はい、始まりました。キクチャンネル。不動産物件をね、検索する。実践編ってことでね、インターネット。僕らもね、不動産業者も漏れなく物件の検索っていうのはね、ほとんどインターネットでの検索になってますね。そういった中でね、一番使うサイト。不動産物件が流通しているサイト。まあ、たくさんあるんですけど、それをね、一つにまとめてると言いますかね。まあ、近畿レインズっていうサイトなんですけど、まあ、兵庫県とかね、近畿地方に住まいの方はね、この近畿レインズっていうね、不動産流通機構が扱ってるね、まあ、不動産物件を、例えば仕入れた場合ね、募集かける場合は、このレインズっていうところにまず登録するところからスタートしますんでね。皆さんが見ている、一般のね、ユーザーさんが見ている物件情報の元サイトっていうのは分かりやすいかな。まあ、不動産業者しかね、見ることができないサイトになるんですけど、ここをね、使って僕らは物件を検索しています。物件を登録したりね、検索したりすることができるんですけど、まずここの検索の部分をね、クリックしてね、物件情報を出していきます。検索画面が出ましたね。物件情報、売買物件、賃貸物件、成約事例。まあ、今日はね、物件情報をね、まず、検索するっていうところが重きに置いてますのでね、まず見る。物件の主流は売買物件。戸建て。注目。物件種目は中古戸建て。地域はね、この近畿地方ですから、滋賀とか京都とか大阪、兵庫、奈良、和歌山ってあるんですけど、こんな大きな範囲でね、探すとね、行くだけで1日ごとになりますんでね、まずは自分の近くの地元、私でしたら兵庫県ですね、兵庫県のところを検索すると。で、どういった物件が出てるのかなっていうのは、こういう形でね、一覧で出ますんでね、はい。はい、近畿レインズ、私が住むね、兵庫県の、中古のね、戸建てっていうことに絞って、情報一覧で出しました。まず、一番安い物件ね、そうだな、一番安い物件は99万円ですね。兵庫県の姫路市の夢前町。夢の前の庄というかな、前の庄というかな。ここの物件がね、兵庫県内の今、近畿レインズで出てる中でね、一番値段が安い物件、安い戸建てになりますね。こういった形でね、不動産業者っていうのは物件の情報をね、地域に絞って、値段を絞ってね、予算に合わせて、検索しています。あとはね、その地域をどれだけ知っているのかっていうことと、需要あるのかっていうところを、こう自分で選定していくわけなんですけど、例えば僕でしたらね、まあ、夢前町っていうのはまず行かないですね。あと、三木市、福知山線、まあ、この辺とかっていうのはね、あまりこう、知らないと言いますかね。まあ、あまり、需要があるのかどうかっていうのはね、ちょっと守備範囲外ですので、こういうのは弾いていきますね。丹波市も行かないですね。垂水区。まあ、この辺ですとね、うちの店から車で2、30分で行けますし、垂水区ぐらいですと、客付けっていうこともしたことありますのでね、この辺は守備範囲に入ってこようかと思いますのでね、チェック入れて。次ね、塩屋、垂水行くぐらいしたらね、すぐ隣ですからね。相生町、まあ、守備範囲外ですね。相生町で物件買うのも悪くないですよ。兵庫県の相生の方に住んでる人っていうのはね、相生の地域のことっていうのは当然詳しいと思うんですけど、果たしてそこに需要があるのかどうかっていうところだと思うんですね。人が借りてくれる、または買ってくれる人がね、そこにいればね、
物件の価値っていうのはあると思うんですけど、ね、あと西区、多摩津、まあ、この辺も守備範囲内ですね。姫路市、林田町、ちょっとわからないな。こんなんね、パスですね。辰野市もパス、パス。西区、神出、神出か、パスやな。垂水区、舞子坂、舞子坂ぐらいでしたな、とかね。いけるかなと。妙法寺、まあ、この辺も守備内ですね。長田区、板宿。この辺でね、だいたい値段が180万円ぐらいまで来ましたね。丹波市パス、指先パス、兵庫区、大阪、神戸、徒歩17本か。チェック入れとこうかな。長田区。あいよ、夢咲、宍粟、大久保町、谷垣、藤江。この辺ぐらいまでかな。まあ、こういうのをチェック入れてね。もうチェック、こうやって入れてね。で、図面請求。図面をね、こう取り寄せると。